違うと思うよ。今日が挨拶ってことですか？今日の企画挨拶ではないです。ではない。挨拶お願いします、挨拶タイトルならわかるけど、うん、挨拶はちょっと変だな。挨拶ってまあ当たり前のもんじゃん。それでこんな盛り上がっちゃったら企画入るときどんだけ盛り上がらんだよ。挨拶じゃあ盛り上がってやってくれてもいいじゃないですか、まあ、今ぐらいのじゃあ、はい、挨拶ぐらいの、いやーどうも、東海の天才のって思うと、ガキーダーホームランとしみつです。いいんじゃないですね、まあね、こういう時もありますよね、まあ、これいけるな。挨拶一本でいけるか、動画一本はいけないよ。で、挨拶が終わったということで、タイトルコール入るじゃない、これタイトルコール、世界のジンクス、どれが本物かわかりますか？ひらぎの覚悟のまんまじゃん、タイトル。問いかけじゃなくて、問いかけじゃない、タイトルコール、タイトルコール、歴史としてはタイトル、世界にジンクスがいっぱいある。この前ね、世界の悪しき風習クイズをやったと思うんですよ。だいぶ前ですね。悪しき風習とはまた違って、言い伝えというか、うん、ジンクスですよ、まあ、バディさんから外注されまして、よし、俺がやるって指名だってるね、柴井さん、これお願いします、うん。芝優がこのクイズを担当することになったわけですね。いや、なんで俺がやるんだよって思いながら映像作ったんでしょ。映像、あ、VTR、 そんなのないですよ。ああ、そう。でも基本的にはもう文章だけです。おお、文章の、これがある、これがある、4択クイズの中で、1個だけ僕が考えたやつなのかな。残り3つは本物。はい、よくあるやつ。簡単だ、うん、簡単です。一番変なやつ選ぶ、うん、いや、でも今回結構紛れるように考えちゃった節はありますね。へ、できるのかな、これ。できるんだったらね、やってほしい瞬間いろいろありますね。まあ、罰ゲームとかないかな。前回は、虫眼鏡さんがババアのマイティーソーになる。やばー、やばー、重っ。この動画だったっけ。そうなんだ、やば動画じゃん。なんもないの。ほら、前回僕はさ、ババアマイティーソーになったのにさ、ないんかよ、今回。うわ、ちゃんと入るみたいだね。なんか落ちたわー。そういうことね、まあまあ、年老いてるもんね、君たち。まあ、しょうがねえか。元ババアマイティーソーが。ちゃんと晴れ舞台のイベントで、ババアマイティーソーの。そうだよ、なんだっけ、島根のドン引きツアー。ああ。しかもその次の日の岡山の旅行の旅、ババアマイティーソーだったし。来やがったな。キモかったな。ババアマイティーソーで飛行機の、なんか、ね、金属探知機みたいなやつ撮ったんだよ。絶対ダメだもんな。無情にやるもんね。まあ、なしていいですかね。出していいです。マジこれ出題者の本当気持ち一つだからな。じゃあいいですか、もう全4問しかないんで、ワンチームでもう話し合ってやっていただいて。はい、なんかあれ見てるね、ボッキリウムチンチンラベルフィルム見てね。ああ、まあそれじゃあそれです。じゃあ全部当てれたら渋谷はなんかなるんでしょう。え、俺らが外したら、いや、ないって言ってくれたから。あ、確かに。え、やるわ。やりたがってね、やるわ。この動画はお前損しかしてない。マイナスにマイナス。損するんだったらもっと損したい、とことん損したい。すごいね、そんなクイズ作ってくれて全部解かれて全部罰ゲーム受けるの最悪なの。でもこれ大丈夫だと思うんだよね。そこそこむずいでしょ、今回。普通にむずいんで大丈夫です。一応何しますかね。なんでババアマイティーソーだったんだ。 V の中にマイティーソーババアが出てきたね。じゃあどっかでね、思いつくかもしれない。そうだね。じゃあノリで決めてください。頑張ります。頑張るぞ。はい、第1問、はい、選択肢1、うん、夜にガムを噛んではいけない、うん、おー、シンプルだ。シンプルな話。ちょっとどっかの国のなんかとか詳細を言い始めるとさすがにボロ出るんで。まあそうね、夜にガムを噛んではいけない、はい、選択肢2、はい、こちら映像あります。選択肢の途中で公式変わっちゃう。これは全部この問題はありますなんだ。この選択肢はありますなんだ。はい、今回そういう感じです、ね、作りたくなったら作ったってこと。そうですね。夜にガム噛んでる映像いらんもん。そう、いらないんで。選択肢2のジンクスの映像がこちらです。いくぞ。お、金、金だ。え、金だ、金の雨だ、すごっ。え、俺大金持ちになれるわ。え、やった。え、ちょ、痛い。傘さそう、傘。ああ、残念。家の中で傘をさせていけないな。びっくりしたな、お前。誰だよ、お前。私は、ハンターハンターのゴンフリークスのお父さんと、ワンピースの赤髪海賊団のあの人の名前を足して2で割った存在。どういうこと？そして、ジンクスの化身、ジンクス。
意味が分からない意味が分からない。ジンクス、何ここのどこがジンクスなんだよ。部屋に傘差して何が悪いんだよ。ジンクス違反ですよ。傘というのはその昔貧しい人が家の雨漏りを防ぐためにも使用されたそうです。ドイツ、ドイツ、ドイツの話ね。ドイツの話。なので家の中で傘を差すと貧乏になってしまう。見てください、お金がティッシュになってる。え、貧乏ってこと。え、Why? Why? Why? 反響しすぎ。マジで。ちょっと待って、ね、話変わってきたよ。面白い映像見れた。だったらガムも見たかったまであるわ、こんな。ジンクスさん、他にも出てくるってことかな。それはちょっと分かんないですけどね。ジンとシャンクス足してさ、2で割ってジンクスなんだけどさ、うん、ジンってそもそも本名ジンフリークス。ジンで完結してるやん。間違いない。シャンクスなんか無駄に入ってきたじゃん。ジンフリークスシャンクスなんてもう俺はいらなかった。なっちゃうって。やばい、今このままだと俺シャンクスになっちゃうよ。めんどいぞあれ。家の中で傘差しちゃいけない。はい。選択肢3。はい。車の上でヨーグルトを食べてはいけない。はぁ、あ、上中とかじゃない。ちょっと怪しくない。あんまり想像つかないわ、うん、上でしょ。選択肢4。はい、そっか。映像に。イエーイ、やったー。嬉しいな、映像あるってこんなにも。ラッキーなだけなんで、これは基本的にはないでやらせてもらってる。あ、まあ、ありがとうございます。あんまりね、期待すぎる。あんまり。ジンクスさんもいるやん。やっぱジンクスいる。はい、じゃフリース。おお、ジンクス。仲良くなってる。また新しいジンクス仕入れたんだけどさ。ちょっと君の手羽先を彼氏にあげるためだ。なんかジンクス上では彼氏に翼が生えて飛んでいっちゃう。うわ、そんなジンクス。多いな。無理あるよな。無理じゃないそれは。だからさ、要はちょっと俺翼欲しいからさ、ちょっとあの付き合ってください。俺は。うん、うん、いいですよ。いいですよ。はい、じゃあ付き合ったね。うん、じゃあ。手羽先ちょうだい。手羽先、手羽先、手羽先か。はい、手羽先。あ、マジだ。あ、マジだ。羽が生えてきた。うわ、あ、すごい。マジで来た。マジだ。うわ、うわ、すごい、すごい、羽が生えてる。あ、すごい、すごい。はい、いや、なんだこれ、知らんの。新聞紙みたいな。うわ、なんかよくわかんないね、これ。ヨーグルト、ヨーグルトが一番変だったな。正解の可能性があるのかな。手羽先、なんで手羽先。手羽先って言い過ぎじゃないのね、確かに。じゃあ僕が適当に考えた一つの選択肢をお当てください。まあ、夜ガムは子供になんか言いそうだしね。なんかの理由であるんだろうな。家の中で傘は、家の中でさ、傘差して雨漏りを防ぐことがあったの、本当かね。それはあったと思うよ。まあ言えるか。なんで貧乏になるんだろう。屋根が壊れてるとか。そうだよ。2はじゃあなしってしますか。まあ、うん、ヨーグルト意味わからんな。非常に意味がわからない。手羽先かヨーグルトか。手羽先じゃなかったらね、チキンとかだったら。手羽先は日本すぎる。手羽先なの、ね、適当だよな、手羽先ってワードが。いや、言うんじゃないですか。ヨーグルトは違う。ヨーグルト怪しすぎる。怪しいよ。意味わかんない。上で食わないんだもん、絶対に。基本的にはシチュエーションとしてあげないか。ヨーグルトな気がするな。手羽先はマジでそれを見てうわ、この映像作ろうって思ったんだろうね、しばゆが。まあ一番ストレートで怪しいヨーグルトいく。まあ、ヨーグルトならあり。はい、はい、頼む、チャンスを残して。俺たちが選んだのは、うん、3番。車の上でヨーグルトを食べてはいけないが、俺が考えたやつを。はい、正解。いやー、なんでだよ。見抜いた。本当にまだ意味わかってんの。よしよしよし、さっき考えた。あーね、さすがにシチュエーション的にありえなすぎたか。意味不明すぎたか。これなんか補足とかないですか。教えてよ。うわ、ノーソース。ノーソース。ノーソース。国とかは No sauce。 No sauce。 No country。 どっかにはあるという噂があるんだよね。噂ですね。車の上でヨーグルトはなんかギリ騙せるかなと思って適当なワードをつけただけです。まあ、むずかったよね。むずい。第2問。はい、ちょっといきなりルール変更していいですか。はい、いきなりルール変更するんですけど、本物1個。違う。あ、1個だったの。本物1個です。本物当ててください。もらってます。はい、選択肢1。はい、羊の角を削って人に飲ませると死ぬ。
死ぬ。選択肢2、かさぶたに好きな人の名前を書いて剥がすと強制的に座れる。お前だな。かさぶたに名前書くのはお前だよ。かさぶたに名前を書く。選択肢3、受験の日チンチンを触り続けると受かる。お前か。お前だな。選択肢4、映像ないでーす。わーなんでだよ。見たかった、見たかったな今。センターサークルにコウモリの死骸を置くとサッカーの試合に勝てる。は、嘘つけよ。ちょっと怖いけどないよな、さすがに。ないだろ、ないよね。じゃあ行こうや。羊、かさぶた、ちんちん、コウモリね。かさぶた、ちんちんはないよな。いや、どう、強制的に結ばれる。強制的にっていうジンクスあるわけないだろ。ワード的におかしい。だってもう魔術だよ、それは。あ、でもこれ第2問ちょっと黒魔術系統一でやってますんで。にしても強制的になんて言ってね、そんな嘘やん、ね、ってなっちゃう。チンチン受験ね、女は何だって話ですけど。確かにね。そう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 、男だけ。そんなこと言ったら男ばっかになっちゃうよ ね。あ、すいません、陰部ですね。ちょっと今調子乗ってチンチンって言いました。あんまり焦ったんじゃないの。ジンクスって結局やりそうなことだからね。1か3か。さすがに1かじゃないかな。羊、本物のジンクス。本物は1番。羊の角を人に飲ませると死ぬが本物と、その答え残念。じゃあ罰ゲーム不要ならじ。ならじ正解はですね、サッカーのセンターサークルコウモリ。わかるわけないわ。これはなかったな。あの国吉くんがこれ資料を。うわっ、あ、置いてる。カメルーン代表が公式戦で勝つために呪術を使用した。呪術を使用した。本当に勝ってんな、しかも。めっちゃジンクスでもなんでもねえな。呪術の話してるわ、本当に。確かにね、これジンクス、まあ願掛けではあるでしょ。いやー、危ねえ。いやー、シャンクス回避。そうモチベーションなくなって顔ががっかりしちゃってるやん。芝居暗黒大陸に送り込みたかったのに。じゃあ逆カウンターモチベーション。え、あと2問不正解だったら、うん、3人でじゃんけんしてなんかやってください。うわー、来た来た。なんかやってください、ほんとに。なんかどっちか正解すればジンクス生活だ。やばい、マジで当てよう。第3問。はい、はい、柴優が考えたのは1個。1個ですね。あ、そうです、さっきの方式に戻ってますんで、うん、僕考えた1個を当ててください。選択肢1、映像あります。こちら。おお、これが円卓ってやつね。ちょっと座ってみよっと。はあ、はい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 。多いな人。俺合わせて13人。多くねこれ。これ条件発動しちゃってるね。急に来るな。またお前かよ。円卓に13人座った状態からね、一番最初に立った人は。なんやかんや1年後くらいに死ぬ。うわ、死ぬ。まあ、立ってないじゃん。これジンクスだね。あ、いやだから他の人が立つのを待つとか譲り合うとか決めたらいいんじゃないかな。ここで死ぬのまずいからな。え、ちょ、トイレどうすか、どうすか、トイレとか大丈夫ですか。え、ゴキブリ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 よ。立って立って立って逃げて、みんなちょっと一回立って立ってください、お願いします。みんな、みんな、一回立ってください。みんな立って、あ、いいね、立って立って立って、違う、立って、俺、立ちましょうよ、皆さん。おー、おー、あるのか。あ、え、あらあら、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 2週間もの間全員がジンクスを信じ、誰も席を立たず、全員餓死とは。ジンクスの本末転倒ですねえ。いらー、いらー、いらー、2週間後2週間後いらなー。何その教訓みたいなの。ねえじゃないんだよ。でかいね今の。いや、めっちゃありそう。ありそうだね。選択肢2、密室で扇風機をかけたまま寝ると死ぬ。死ぬ系やばくない。自分で言いながらまた死ぬやんって思ってさ、笑っちゃってるじゃないのそれ。いや今回シリーズなんで。あ、死ぬシリーズ。死ぬシリーズ。死ぬシリーズか。マジか。選択肢3、マンゴーと牛乳を一緒に食べると死ぬ。死ぬ。ねえ、ね、それは嘘くさいぞ。逆にありそうじゃない。逆か。選択肢4、
映像あります。おーい、冒険も2つもなんだこれ。はい、どう、はあ、葬式ってやっぱしんみりするよな。しんみりすぎてうんちしたくなっちゃったよ。ういっす。最近どう？おお、ジンクス。いや、葬式でジンクスあるんだけど大丈夫？その向きで。向き大丈夫だと思うけど、それジンクス違反だと思うんだよね。葬式の時にうんこする時北向き、もう一回言うわ。葬式でうんこするとき首は北を向いていないと死ぬよ。ほらコンパス、コンパス持ってきたから北は こっちだな。こっち、こっち向きでうんこしない。あー出た出た出た。なんだよ。あれ死んだ。今出た出た出たのリアクションの時若干ホクホク性を向いてる。厳しい。おまか、その若干のズレもジンクスは許さないからね。死うんち音になってるやん。ちょっとジンクスさ、雰囲気だけで出してるやん今。雰囲気じゃん最後のやつ。うんち音。以上4つお考え。むずいな。トイレなんてさ、そんな後ろの可能性もあるのね。だったらどうすんのって話だね。北枕とかそういう概念って日本じゃないんだ。いやどうなんだろうね。方位、方位ってね、円卓ありそう。円卓一見ありそう。扇風機なんか普通に健康症じゃない？いやありそうなんじゃない。まあありより、はい、マンゴー牛乳。マンゴー牛乳これやばすぎ。まあだって別にさ悪くないもんね。相性としては1か4じゃね。ってなると円卓はあまりにも人を巻き込みすぎかもしれない。13多いよな。なんか教訓もクソもなさそうな。13に集まった瞬間に一番目のやつが死んじゃうってやったらね。うわー4気になる。1でいきますか。1個だけ毛色が違う気がするもんな。よし、いいでしょう。しばゆうの作ったジンクスは1番4です。やばいかやばいか。うんこか。危なかった。これ深読みしちゃうな。危なかったわ。マジで深読みしちゃう。円卓あります。あと2個めっちゃ普通だもんな。具体的だもんね本当に。そこは補足あるんですか。扇風機とマンゴーですか。はい、扇風機とマンゴーの補足ありますか。はいな。補足があると動画的にはね完成度が上がるよね。動画的にね完成度が上がると思います。ないです。よし、ということでラスト。まずい。わあまずい。これ間違えたら何かでしょ誰かが。じゃあいきます。ラスト問題選択肢1。はい、映像あります。やだー。はい、50。お、7リーチリーチリーチ7のリーチ来い来い7リーチ。よっしゃー7揃った。7よっしゃー。大当たり。なんか先生、何ここ中国ですよ。777ってもしかして大当たりしたと思ってますか。7は行くと透けすぎちゃう。中国では不吉な数字って言われてて、7っていうのはなくなるっていう意味なんだって。あ、なくなった。Tシャツ、Tシャツが、Tシャツがない。今回なくなったのはTシャツだったみたいだね。ドゥフフフフ。なんで頭に行くんだよ。ジンクス。雑学クイズじゃなくていい。じゃあ次選択肢に。はい。映像あります。めっちゃ多いよ。映像ありますよ。マジ奮発してる。あります。カニ、はい、カニ、カニ、せーのトン。このクラスの中にペットのカニのワイコさんを殺した人がいます。正直に手を挙げてください。誰も挙げませんね。この事件は迷宮入りですかね。この状況にもぴったりなジンクスがあるよ。カニを殺すと血が下手になる。なんだろうねこのジンクス。マジで繋がりわかんないよね。カニを殺した犯人がこの中にいるならば字が下手になっています。そしてこちらのボードを見てください。
歌になってる。下手すぎるな。相方やばいだろ。日直のね、ラン。これ、田中みな実さんは普通の文字だけど、竹内育人くん、これ普段からいつもこんなに字が下手なのかな。どうですか、先生。いや、いつももうちょい綺麗だと思います。ハニワマネだー。そこにエコーかけるんだ。そこにエコー入れない。ジングスの時言ってよ。そこそこ、まあ、なんかありそうだよね。ハサミ、ハサミでとか、なんかありそうだね。うん、選択肢3、映像あります。すごい豪華だ。うわ、じゃあ、はい。お、この換気扇めっちゃいい。ここで懸垂しよう。満月ですよ。え、満月の時に懸垂をしたらハゲる。ハゲる、ハゲる。これ常識。あ、これは常識だよ。何してんの？さりぎわはかっこよく。ふぅ、ダサ。ふぅ、ふぅ。また入れた。意味わかんない。何この猫。うわ、むず。むずくなってきたな。ちょっとありそうなんだよな。え、撮ります。おー、よっしゃ、全部だ。最後こちら。うわ、めっちゃチャンスよ。最後最後だ。今めちゃめちゃチャンスだよ。俺この二人の共通点の絵はね、あの、同じ名前の人に挟まれた状態で願い言うと叶う。本当にそれ、うん、ジンクさ、この二人さ、この二人同じ名前なのよ。同じ名前なんですか。実は同姓同名、名字も一緒だよ。下も やばくない？一緒なんですか。え、だから言った方がいい今。願い事？願い。え、ちょっといい？あ、俺いなくなるね。俺だけ？うん、で、やりな。俺の願い事はもっともっと日焼けをしたい。願いは？え？あ、あ、徐々に変わってきてるかも。あ、嘘、徐々に変わってきてる。マジ？あ、やったやった。よ、あ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 れ？僕って日焼けしました？ああ。あ、そういうことか。あの、タイポンとムスさんの名前全く同じだと思ってたんだけど、ムスさん、最近さ、同じだじゃん。それで、名字変わったから、確かに半分しか同じじゃなかったから、名前が。だから、半分だけ願い叶ってるね。見て。半分。半分、半分、ヒサロでもき。おかげでください。うわ、普通にむずい。むずい。ハゲと懸垂はやばすぎないですか。え、でもさ、月がこう昇ってくるみたいなさ、限定的すぎる。限定的だからありそうな可能性はあるみたいな。そうね、怪しいやつほどやっぱ問題な気もしちゃうっていうのもあるし、うっつ、7はなくなるはちょっと本当っぽくなる。カニありそうなんだよ。でもありそうなやつってやっぱ思いつきそうとも思うんだよな。カニはありえそうじゃない。同じ名前に挟めたら願い事叶うって、なんかあれ、元のストーリーありそうに思える。名前はじゃあちょっとアルディもういっちゃう。まあ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 、ありそうなら。ミカさん、カニかハゲか。カニかハゲか、うーん、まあハゲを思いついた柴優は想像できるよね。うん、確かにって思うやつだからこそ、柴優のもともとなかったものを思いついた時の気持ちに近いのかな。ハゲでもいいな。柴優があそこでアイコスを吸いながら懸垂をなんとなく思いついて、懸垂してたらなぜかこの空中にある満月が思い浮かんで、ズボってなったハゲ頭が思いついちゃったんだな。3でいきますか。浮き彫りになりました、完全に。3でいいと思う。3でいいわ。じゃあ柴優の考えたのは3番。満月の日に懸垂をしたらハゲるが嘘だと申すか。ええ、嘘でしょうよ。正解！よあそこでしょ、やっぱ浮き彫りの過程を見た。
その通り。アイコス吸ってる時に、あの、これいっぱいっていうのも間違いない。ドンピシャだ。ドンピシャだぜ。回避抜群ね。あーくそ悔しい。当たったり外したりのちょうどいい。いや、難かった、ね、うん、まあ、平和なんて文句はないです、はい、ということでね、これ名シーンクイズでしたよ。いや、意外と面白い名シーン多かったな、こう見ると。概要欄でね、ジンクス全部貼ってみたら、やってみたらね、モンストのあれもあるし。おおすっごっ、古実家時代の先駆者だったね。あれあるからね、ぜひ見てほしいね、みんなね。あれ、あれ多分だけど、結構オリジナルよ。あれはね、うん、この方式なんだったんだ。たまに映像あるって、ね、いや、上がりましたけどね。なんかラッキーだなって思っちゃうよね。出題した的にはやりやすそうだね、確かに。ね、やりたい時のやればいい。そう、結構気楽だった、これ、これにしようって。ないがあることによって、ある時に上がるしね。そうね。このシステムたまにあっていいな、うん、ジンクスもたまに出てきてほしいな。友達みたいに出てくるのがいいっすね。ね、ジンクスちょっと気に入ってんだよね、うん、あいつやれよがタモさん的な、うん、お疲れさー。